はようございます。ジーナです。新幹線からスタート、今日は名古屋に向かっております。リッチにねグリーン車なんかに乗ってますが、これねリッチでもなんでもなくてフラットこだまっていうこだま号に格安に乗れるプランを使ってます。グリーン車プランっていうのがあってね、座席がゆったりなので私は名古屋に行くときはいつもこれ使ってます。おすすめです。今回は出張で一泊するんですが、名古屋は美味しいものがたくさんあるんでね、もうとにかく食事が楽しみです。あー富士山ですね。行きはちょっとね雲がかかってていまいちでした。というわけで今回の動画は名古屋で食べたいろいろ美味しいものをただただ垂れ流すという、そんな内容になっております。ゆるめ進行でいきますのでのんびりご覧ください。そろそろ名古屋に到着です。はい、名古屋に到着しました。時間がお昼の少し前ぐらい。この後栄で仕事なので、まずは栄に移動してそこでお昼ご飯を食べたいと思います。栄でご飯となるとね、一軒行きたいところがあるんですよ。早速そちらに向かいましょう。栄は地下鉄で2駅なんですが、以前もお話しした通り、私は昔競馬のね大馬さんの写真を撮っていたので名古屋競馬場にはしょっちゅう来てたんですけど、競馬場以外の場所はねあまり馴染みがないので地下鉄も乗り慣れてなくて毎回迷うんですよね。多分こっちで合ってるはず。駅でラーメンを食べたいならこちらで、きしめんならこっちですね。ここね天むすも美味しいですよ。ただね今日はごめんなさい、スルーです。お、東山線、こっちで合ってますね。よかったよかった。さて栄に着きましたが、これから行こうとしているお店の場所がうろ覚えなので地図で確認しましょう。三越のね隣の区画、あこのスカイルってあたりですね。8番出口を出てまっすぐ。8番出口ってゲーム今流行ってますよね。全然関係ないけど。いやーお腹すきました。ですごくね有名なお店なんですけど、場所がちょっと分かりづらいところにあって、ここを曲がってこの通りからさらに内側に入らなきゃいけないんですよね。そろそろのはずなんだけどな。どこだっけ。ああ案の定通り過ぎました。ここでした、ここでした。やっぱりもう並んでますね。でもね全然大したことない、まだ4、5組です。これならすぐに入れるでしょう。はい、こちらです。元祖味噌カツ丼の店加納さんです。
味しかったですね。お腹いっぱいになりました。さあ腹ごしらえも済んだのでこれから仕事に行ってきます。はい、名古屋駅に戻ってきまして、こちらは地下街のエスカです。これから夜ホテルで食べるものをね買って帰りましょう。もちろん名古屋飯ですよ。あ、ダフネコーヒー館入ったことないんだけど、ここも老舗なんですよね。でこっちはエビ土手。私ね土手煮が大好きなんですよ。だからエビ土手もね気になるんですけどね、そんなこと言ってたら収集つかなくなるんで、もう初志貫徹で行きましょう。はい、ウーライボー、手羽先ですね。ホテル飯はこれ外せないでしょう。で、外せないといえばこちらもですね、天むすの千住。ここの天むすね、大好きなんですよ。5個入り1個ください。甘いものも買っておきましょう。ウイローでおなじみの青柳総本家、ここはねカエルまんじゅうってのが人気なんですが、今季節限定で桜あんってのが出てたのでこっちにしました。美味しそうだし可愛いですね。はい、ではご飯も買ったしホテルに移動しましょう。はい、ただいま、お部屋に着きました。ちなみに私はもうね、どこに行ってもホテルはここなんですけど、多分ね、分かる人はもうこの壁紙で分かるんじゃないでしょうかね。あの社長のホテルです。で、なんかね、フロントでお酒くれました。お酒買うのすっかり忘れてたんで、これはね、ラッキーでしたね。で、なんか、うまい棒ももらえました。え、オリジナルのうまい棒なのかな？あ、でもたこ焼き味なんだ。そこは社長カレー味にしないとね。
はい、おはようございます。翌朝のね朝食はバイキングなんですが、内容がね名古屋飯満載でめちゃくちゃテンション上がりました。もうここでね全部揃っちゃうんじゃないかってぐらい完璧なラインナップなんですよ。ほら手羽先だってあるし。ちなみにね朝食6時半からなんですけど、朝一ならね混んでないだろうと思って来たのにすごい混んでてびっくりですよ。皆さん早起きですよね。あ、これ見てください、ひつまぶしまでありました。はい、午前中にね1本仕事を済ませて、これからお昼ご飯です。こちら大名古屋ビルジング、ここでね食べたいものがあるんですよ。こちらです。はい、味噌おでん定食ですよ。ここはね居酒屋さんなんですが、お昼は味噌おでんを定食でもいただけるんですよね。見てください、しみしみ。でもね見た目に反して食べると案外あっさりなんですよ。もういくらでも食べられる感じ。お酒はもちろんですが白いご飯とも合いますね。副菜にお漬物、お味噌汁はもちろん赤だしです。あ、ちなみにこの時ねスマホの充電がギリギリで2日目は本当に食べたものの映像しか残せませんでした。ここからしばらくひたすら食べ物が続きます。しかし昨日から茶色いものばっかりですね。幸せな配色ですよ本当に。最後は名古屋といえば喫茶店ということで、こちらも大名古屋ビルジングにあるチャーリーズさんに来ました。人気ナンバーワンの特製プリン、もうレトロプリンのイメージをそのまま形にされたようなプリンですよね。いわゆる固めプリンです。卵の風味が強くてカラメルはほろ苦、ただでさえ食べ応えのある食感なのにサイズも結構大きめでボリュームがありましたよ。今回スイーツがちょっと少なかったですね。これはね次回またリベンジです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。限られた時間の中でしたがいろいろ食べられてとっても楽しかったです。他にも味噌煮込みうどんとか台湾ラーメン、きしめんも美味しいですし、喫茶店のねモーニングも行けませんでした。スイーツリベンジも含めてこれは第2弾をぜひやりたいと思います。どこに行ってほしい、何を食べてほしいなどリクエストがありましたらコメントでお聞かせください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ジーナでした。